新選組打倒黒田幕、本日も始まりました。どうぞよろしくお願いします。司会進行の黒田祐樹です。ですね、もう放送される頃には終わってるんですけど、今舞台の主役のお仕事をいただきまして、やってるんですが、88ページ中40ページぐらい喋っています。寝ておりません。今練習中です。全然覚えられません。泣きそうです。どうだい、この放送を見ている俺、無事にやりきったか。ということでですね、本日も始めたいと思います。この番組はですね、芸能界を目指すですね、新人タレントさんたちが、スゴロク形式のゲームに挑戦して、いろいろなですね、困ったマスの課題に挑戦をしていくという番組です。その課題に沿ってですね、その課題は、芸能界でこれからやっていくために必要なですね、知力、体力、運、センス、こういったものがですね、試されるものになってます。で、これをですね、今乗り越えて人が進んだり下がったりしていってですね、最後に上がりにたどり着いた人がですね、この、日本アカデミー賞、新人賞などをですね、受賞している名俳優の黒田祐樹さんとですね、即興劇ができるという形式のゲーム番組になっております。どうぞよろしくお願いいたします。今回のね、テーマは卒業らしいので楽しいエチュードができると思います。誰が勝つんでしょうか。それでは我こそはという挑戦者出てこい。はっ、不祥。はっ、今回隊長に任命されました福山光恵です。黒田幕府を倒すため本日共に戦ってくれる勇士を紹介しよう。宮園亮、山本雅美、高村義明。よし、それでは意気込みを聞こう。ファイブスターエージェンシー所属の福山光恵です。今日は人数が少ないので、その元気よくまたみんなでね、4人でまとまっていきたいと思います。で、前回はみんなでできたのでね、今回もまたみんなでできたらいいなって思います。よろしくお願いします。次は GF エンタープライズ所属宮園亮です。体調がテンパっちゃってるのでそんな風にならないように、まあ自分らしさを出していけたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、次は山本、ファイブスターエージェンシー所属の山本雅美です。今回初参戦ということで、体調と仲間と共に協力してゴールを目指していけたらいいなと思っています。よろしくお願いします。唯一の初参戦だよね。あとみんな何回か、はい、見た顔だもんね。はい、うん、頑張れ。はい、よろしくお願いします。初参戦には甘いぞ。はい、ありがとうございます。はい、DRI プロモーション所属高村義明です。前回は惜しいとこまで、行ってちょっと事故に巻き込まれまして、でちょっとゴールにたどり着けなかったっていうのがあって、今回は運を味方につけて、絶対ゴールします。ずっとさ、なんかに似てんなと思ったけどさ、はい、アメリカのさ、バターの味がするキャンディーって言われた。ベルチベルチですか。そういうキャンディーなかったっけ、アメリカの。チャパチャプス。いや、アメリカのね、アメリカで言ってるね、その形が均一じゃないね、バターの味がする、ね、キャンディーちょっと似てる。なんだろう。それではちょっと今回は少数ではありますが、まあ、その分自分たちがね、移れる、頑張れると思って、はい、どうぞ戦ってください。まもなく番組開始いたします。その形とその色は男を輝かせる。クロスタ。福山光恵。はっ。いや、結構来てない。3回目3回目です。何回やった、全部やってんだっけ今まで。はい、じゃあ今日は厳しく行こう。へどうなの、なんか対策とかあるの3回目今日。それがですね、うん、もうモノマネがもうむしろ今日は当たんないでくれと思っていて、うん、もうなんか、うん、またなんか言われるっていうか、なんか引かれるんじゃないかと思って。あ、ほんと4が出たらモノマネよ。いやいやいや、一応川島の黒田さん必要ですよね。なんか持ってらっしゃるから。ででん、やはり1、2、
葉。お早口言葉か。早口言葉自信ある。あ、まあまあ、はい。ほんと、はい。言っちゃったよ、はいって。やったことないよね。やったことないです。じゃじゃん、はい、5番。やばい。おお。これこれ今日のやつで一番言えなかったやつだ。高架橋、橋。高架橋っていう橋があって、その橋脚っていう橋がある。高架橋、橋脚。高架橋、橋脚。はい。高架、高、高架橋。高架橋、橋脚。高架橋、橋脚。ああ、もう無理だ、もう無理。やだ、言いたいですね。高架、高架橋、橋脚。いや、ちょっと余談なんですけど、昨日。余談なの？今日、昨日別番組で早口言葉やったんですよ。どうだった？ボロボロでした。じゃあごめん、返上していただいて。はい、はい、はい、いきます。よーい、始め。高架橋橋脚、高架橋橋脚、高架橋橋脚。もう言えた。これはもう進ませてあげないといけないね。ありがとうございます。ただどうしても4に止まってほしいから3で3いきます。一マス進む。3です。はい、続いて宮園亮。あ、髪の毛爽やかにしたね。短くしました。どう？いいですね。視界が広がっていいです。視界広がっていい。今の季節寒くない？いや、でもそんな。これくらいあるの？はい。何回目だ？僕は3回目ですね。あ、じゃあ一緒だ。はい。何回エッチだ？1回やらせていただきました。うん、どうよ、今回は。今回もそうですね。少数制ということをスタッフからお伺いしているので、うん、はい、まあ、頑張りたいなと思ってます。対策とかはそういうのない？そうですね、対策なんですけど、まあ、前回前々回とモノマネモノボケにしか当たらないというね、うん、そっちの要因になってしまってるので、うん、はい、まあ、そちらの方はちょっと今回対策を実は練ってきました。あ、本当？はい。そういうこと言うと止まんねえぞ。お願いします。でで、なんだなんだ。4 1、2、3、4。モノマネ来ましたね。もうこれは面白くなかった。いやいや、もうそんな、まあ、自分であげといてなんですけど。振り出しに戻った上に一回休みだから。わかりました。じゃあ分かった、スタッフさんたち絶対に笑わないで。ねえ、やめてください。スタッフさんたちを一人でも笑わせたら勝ちでいい。わかりやすいでしょ。あ、なるほど、うん、はい、絶対に笑わない。真ん中ら辺狙うといいかも。はい、とかに、あの、笑った人に俺が後でブチブチ言いますよ。よ、わかりました。始め。はい、ということでモノマネやらせていただきます。タイムセールの、告知をするはずが、気合が入りすぎて何のタイムセールか、言うのを忘れてしまって、最後に勢いで言ってしまう、スーパーの店員さん。本日16時、16時よりタイムセール、タイムセールを行います。こちら青果コーナーでございます。ちなみに大根です。続きまして、モノマネだぞ、ショートコントじゃないぞ。一個だぞ。どうでしょう。いや、面白かったけど、モノマネでやっちゃったからね。そうですね、そうそう、わかりました。難しいとこだよな、ショートコントになっちゃったからね。それが敗因だ。山本まさみは、どうよ、若い？高校2年生です。お、やっぱそうだね、はい、どうだい、学生生活は。あ、学校生活、うん、そうですね、明日最後、高校2年生最後のテストがあって、うん、もう昨日の夜からずっと勉強してました。本当かよ、今もしてっけよ。何してんのよ。今日のモチベーションとか、今日もう、うん、多分自分の精一杯の力を出して、うん、頑張ろう、この場を頑張ろうという気持ちできました。よし、いいね、じゃあ頑張ってください。あれはやりたくないとかある？モノマネ。モノマネがまず最初の関門みたいになっちゃう。あ、5、1、2、3、4、5。美人
伝心。あ、全員参加です。黒田さんにお題を出していただきます。せーのの合図でそれをポーズで表現。4人中3人同じポーズであれば勝ち。はいはい、なるほどね。まあ1回目ですし、でも今日はそうか、人数少ないから揃いやすいっちゃ揃いやすいんだよね。そうだ、だから頑張ろうぜ。難しくしなきゃな。いや、お手柔らかにお願いいたします。1回目だけだぞ。初回限定だぞ。ありがとうございます。いきます、せーの。テスト勉強合格。やった、やった、素晴らしい。その前にチュパカブラとか言うから。何ですか、チュッパチャップスですか。チュパカブラ、チュパカブラ、南米のね、妖怪。血を吸う、家畜の血を吸うやつ。じゃあ、一マス進むと消えちゃうから二マス進んでいいよ。あ、ありがとうございます。ここから2、7、7。あれ、二人しかいない。まだ出てないです。まだ二人しかいない。そうかそうか、次最後4人目です。はい、高村義明。はっ、何回目？2回目です。2回目。どうでしたか、はい、1回目は。1回目はそうですね、1回目はめっちゃ緊張しました。2回目はそんなしなかった。はい、2回目はなんとか馴染んできた。本当、でも、はい、今日はじゃあもうリラックスして、はい、本当の力を。そうです、本当の力を。今までは出せてなかった。そうですね、ちょっとちょっと波に乗れてなかった。波に乗れてなかった。はい、今日はどんどん波に乗って。はい、なんとか。はい、わかりました。高村義明、1投目。はい、ん、2、なんかありましたよ。はい、早口、早口言葉の自信ある。あー、ちょっとあんまやったことないんでわかんないんですけど、ちょっと自信ないですね。早口言葉やったことないの？いや、あれ、そんなやったことないんで。学校とかで言ってみようぜ、みたいな。青巻き紙、黄巻き紙みたいな。たぶん、数える程度しか言ってないと思う。早口数える程度しか言ってない。どうしたの？海の向こうから来たの？アメリカンキャンディーなの？わかった。どうぞ。じゃあ、聞きますよ。3、おぉ、トマツだ。読めます、そんなアメリカとか言ってるから大丈夫です。徐々に、1センチずつくらい前に出てくる。大丈夫、目悪い。あ、大丈夫です。いける、一回言ってみると大丈夫。青巻き髪、青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪。よし、これを3回かまわせ。はい、赤巻き髪、黄巻き髪、青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪、青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪。間に赤巻き髪っていう神様が出てきてる。ちょっと自分でもわけわかんないです。そうか、まず戻れ。はい、何か持ってるね。何を持ってるか全然わかんないけど。じゃあ福山光恵、2回目。はい、はい、どう、今日のメンバー見てみて。いや、なんかおとなしいですね、みんな。あ、もっとはしゃいでほしい。いや、すごくないですけど、なんかね、もっとイエーイみたいなやりたいなと思って。チーム感を出してきた。イエーイみたいな、イエーイ、みんな頑張るし、イエーイみたいな感じでやりたい。だからやっぱそうなるためにはリーダーがいいマスに止まって、そうですよね、はっちゃけて、なんつうの、お祝いムードにしないと。そうですね。そうそう、さっき新電子とかも OK が出た時にわーっていう、ね、なんかそういうやつね。そうですね、頑張ろう。はい、頑張ります。あー、残念。4 1 2 3 4 7。ひとマス戻る。マジで消えちゃうんだけど。画面上人いねえ番組だな。
宮園亮。はっ。あ、そうだ、振り出し戻って1回休みだ。あ、1回休みだ。振り出しに戻るわけじゃないんです。そうだよ、モノマネを用意してきたって。振り出しより戻すあれがなかったら、まあ、自滅した。そうだよ、もうちょっとこっちにいたらね、10マスぐらい戻してた。やべえ。山本まさみ、はい、どうでしたか、1回目は。1回目、そうですね、みんなで揃うことができてよかったです。お題ありがとうございました。でね、5、多いね、大きいの出るね。3、4、5、早くね、12。演技力審査。紙コップに入ったものを飲み干す。紙コップの中に飲み物が本当に入っていたか、黒田さんに見抜かれたらアウト。これ入ってる方か入ってない方かも自分で選んでも。自分で選んでもいい。ねえ。いいっすか。はい。では飲みます。いただきます。人っぽくやったんだろうな。入ってた。正解です。よーし。じゃあちょっと今日は人数少ないからな、3マス戻る。最後の「はーやった」がなかったら分かんなかった。「はーやった」がね、あんなに、まあいいや、下手にやろうとしているのがね、すごい分かった。下手なやつはもっと下手なんだよ。そうそうそう。はい、これからだね、頑張ろう。はい、福山、違う、高村義明。あっ。言葉。バカバキか。もののけ姫に出てきそう。あ、災害不死。どうだったっけ。いやいや、それはちょっと。6。魔術師、魔術修行中。やばい、またなんか不思議なもの出てきたね。もう俺、なんだろう、視界の枠を超えて楽しみでしかないわ。マジでしまって。あー、怖っ。魔術師、魔術修行中。大丈夫っす、いきます。言える？多分、大丈夫っす。普段魔術師とは付き合いとかあったりする？ないです。そうか、海の向こうでは魔術の修行とかしなかった？ないです。そうですね、そういうのないです。じゃあ、2回目の挑戦、早口言葉、どうぞ。魔術師、魔術修行中、魔術師、魔術修行中、魔術師、魔術修行中。うわー、ちょい神だけどな。さっきより格段に良くなったから、一マス進んでよし。よし、あざっす。いやー、リーダー回転早いね、はい、今日はね。今日はなんかいい感じですね。うん、どうだった、その幕の向こうは何があったの。幕の中には未知の世界が。楽しそうだね。はい。でで、2、はい、6、7、8。モノボケ。あれ、モノボケやりたくなかった。あれ違う。あれはモノボケですね。モノボケいい。思う。早速選び。いいかもね。ちょっとボケなのかな。いいか。え、ボケなのか。モノボケ。
もうお前本当楽しそうだろ、どうした？いや、何もないです何もないんだ何もないけど、なんか楽しいよかった、じゃあでは、三重による、はい、おのぼけ、はい、よーい、はじめ。えっへっへっへ、お前の虫歯を食ってやる。キッ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 。以上です。やってみたかっただけなの。見てる人たちに謝れ。申し訳ございません。素直だ。いいよ、やってみた。まあ面白かったから。本当ですか？うん、2マス戻る。また未知の世界だ。ほぼ正しい使い方だ。全然ボケ、正しい使い方だ。だから前振りではボケなのかなって、うん、はい、戻ります。未知の世界へようこそ。自分で俺が今未知の世界にたどり着いたの。宮園亮、あ、どうだった？こっちの世界は未知ではなかったですね。基地の世界だったんで、ずっといたんで。5、5、1、2、3、4、5。以心伝心。お、お願いします。全員参加です。黒田さんにお題を出していただきます。せーのの合図でそれをポーズで表現。4人中3人同じポーズであれば勝ち。止まってる止まってる。いやいや、難しいやつやりなと思って。難しいけどあれだったろっていうのがあるやつだよね。ああ、なるほど。じゃあこのメンバーでこんなん大丈夫なのかな。なんでなんですか。いや、わかんない。じゃあ行きます。はい、はい、お題、せーの、江頭2時50分。お前だけどうしてそっち行っちゃったんだよ。近かったな。でもな、みんな手の形とかも違うしな。足も違うしな。合格。あれ違うマスだっけ。はい、ごめん、読んで。周りの人たちは無事の書き捨てになってしまった。なんか巻き込んだみたいで申し訳ないです。いきます。次は山本雅美か。はっ、5、お、5ばっかりだね。うわ、すげえ。よし、そのまま。おお、順調だね。順調です。いや、黙ってください。これは私の初期の時の最後に行きそうでまたスタートに戻るっていう、うん、あの魔の魔のサイクルだったよ、先輩が。先輩これから心しておきました。先輩にちょっとどうしたらいいか聞いてみるか。先輩、アドバイスをお願いします。何なんだよ、お前が盛り上げてくれっていうからお前たちでなんか楽しみができるのかなと思って場を作ったのにくねくねして割れてどういうことだろう。割って入ってきといて賞賛もなく消えてる。頑張れ。高村義明は海の向こうから来た。高村義明、海の向こうではありません。出身どこ。石川っす。海の向こうじゃない。日本海が近くにある。そうです、はい、でで、よ、よ、1、2、3、7。ひとマス戻る。 お邪魔します。多分みんなこういう時にとっさに面白いこと言えたりしないんだね。頑張ろうぜ、番組だよねこれ。俺が面白くしてくれると思ったら大間違いだからね。はい、すいません。じゃあその代わりに未知の世界から出てくる。大丈夫、あの2人がこう半分半分に合体して出てきたりしない。ああ、いいですね。いや、いいです。嫌です、それは。フュージョンします。ででん、3人になっちゃう。そんなことしない。3、
あ、ダメだ。1、2、3、9。よーし、そのまま。映らないね。結局映らない。ちょっと、ごめんなさい。あれ、俺今日何しに来たんだっけ。セリフの練習してりゃよかった。ちくしょう。あ、宮園亮。あ、頑張れよ。頑張ります。いい顔してんな。ありがとうございます。ショートコントとしてはあのスーパー好きだったよ。ありがとうございます。モノマネ出ちゃった。3、4、4、5、1、2、3、4、8。モノボケ。モノボケということで、用意してきたやつだ。はい。ハードル上げたやつ。いやもう。そう、どっちにしようかな。なんでそんなにモノマネとモノボケばっか飛ばんの。これなんかできんのこれ。いやいや、なんもできないですよ。そんな。これで、はい、はい。では宮園亮によるモノボケ。じゃあモノボケいきます。位置についてちょっと豪華な運動会。よし、そのまま。なあ。面白い。 ありがとうございます。用意してきたやつのこれ。用意してきたやつなの。用意してきたの。じゃあこれ以上のものはなかなか出てこない。なかなかない。あれが多分てっぺんです。ちょっとさ、もう一回気にして。あの、まずすんなり進まなかったりするから。まだあるでしょ。もう一個ぐらい用意してるでしょ。じゃあ、行きます。ねえねえお母さん、これ成長したらみんなでドライブ行けるって本当？ひとマス進んだ。あ、やった。ちょっと俺もやる。これでいいですか。うちサファリパーク。いいよ。あ、これもひとマス進んでいいかな。いいですね、面白かったね。ありがとう。楽しくなっちゃった。山本雅美。はっ。もう上がりかねないね、もうちょっとで。あ、14だもんね。6で上がりだ、はい、6で上がりだ。すごい短い。すごいね。いいんですかね、このまま進んでしまっても。上がってもらったら俺が出れない。あ、でももう一人ぐらい、そうしたらね、今上がればね、もう一人ぐらい終わりしてもいいけど、まあ、早めに今回は終わって、お互いセリフと受験勉強に編集して戻るっていうのもある。ここ3人は。うちらここにいるよ。なんか、あの、早口言葉の練習でもしてた。さあ、どうでしょう。次に上がれますかね。もう一ミッションはやっておきたいと。逆に。じゃあ続いてリーダー。あ、違う、高村義明。視界に入らないで忘れるな。よっちゃねえよ。いきます。お願いします。でで、3、そう、9、なんか4、2、3、9。よーし、そのまま。おお。じゃあリーダー。はい。どうすか、中間報告をしてください。中間報告、うん、作戦会議とかしてもいいよ。みんな集合。はい、集合するとマス忘れて、覚えて。ちゃんと覚えておきます。ちゃんとみんな自分のマス言って。今何。9、17です。
あ、そうか、1マス進んだの。はい、9です。はい、じゃあ、集合。はい、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 特にない。ないんかい。やばい、今日どうしよう。なんか指示がないですか。そうそう、みんな、はい、笑顔を絶やさず頑張ろう。わかりました。はい、通過。まあ今日はなんか思考が全員顔になったんだけど、何そのもらい出る全員の。なんだろう、なんか今日はね、本当、まあこういう日もあるかもね。そうですね。はい。解散。はい。はい。じゃあいいな。なんか、うん、なんかしたいですね。頑張ろう。お願いします。2初めての11 1 2 11。モノボケ。何個モノボケあるんだろう。どうしようかな。ちょっとすごいね、パッとやったのがね、実はね、一番最初に思い浮かんだやつが一番面白かったです。これ恐竜ですよね。ステゴ…ステゴじゃないな、ステゴか。なんだろう、ステゴサウルス。うまっ。これにしようかな。物負けじゃないよ。これも思いついた。サファリパークですか。うん、ジュラシックパーク。あんま変わんないじゃないですか。ありがとう。どうしようかな。難しいな。いや、個人的な好みとしてはすげえ好きだったんだよな。どういうこと、ちょっと説明を。違うんです。本当はですね、こうチャンネルを変えてて 3D で飛び出てきたっていうのを表現したかったんです。よくあるじゃないですか。3D メガネをかければよかったんだ。いやいや、サングラス。反省会みたいなやつ。だってメガネ。これで本当よくテレビ、今最近あんま流行ってないですけど、うん、3D テレビって、うん、あるじゃないですか、うん、それをちょっとチャンネル変えてて、こうパッと変えたらパッと恐竜が出てきてびっくりしたっていうのを言いたかったんです。それ伝えるの無理だろ。それメガネがあったところでどうにもならなかったぞ。ひとまず戻れ。今、11だったから10です。はい。宮園亮。あ、どうよ、今日はまだ全然喋ってないけど。そうですね、なんか体調が強すぎてあんま喋れないですね。気使ってる。なんでちょっと裏で蹴られたりする。なんでそんな、まあ、裏で足引っ張られたりする。そんなことしてないぞ、かわいいかわいい言うてるやないの。はいはい、なんかみんなこれ引くんですよ。喋らせてくださいって言ってるところにお前がグイグイ。そうそうそうなんすよ。ね。人のセリフを食っていくんで。そっかそっか、ごめんごめん、関西の人。そこにグイグイ使いさないのもいけないけどな。わかりました。こういう人っていうのはね、世の中にね、60億人中のね、8000万人ぐらいいるから。微妙。気をつけた方がいい。わかりました。気をつけた方がいい。気をつけます。じゃあ番組だからだよ。わかりました。4 1 2 3 4。きつだね。13。体力測定。おー、腹筋、腕立て伏せ、スクワットを1セットとして30秒間で5セット行え。芝居も体力勝負。腹
筋腕立てスクワットですね。はい、筋腕立てスクワット5セット30秒です。3セット5セット5セット。みんなでスクワットのタイミングで1って言って、はい、腹筋のタイミングでいいか、いきます、1って数えて、はい、腹筋の手で、はい、ではいきます、よーい、はじめ、2マスです。はい、いやでも27秒って今までで結構早いこれ。あ、本当ですか、うん、あ、よかった。じゃあ15で、はい、はい、いやー、山本さん、山本さん、はっ、どうですか、もうあと3が出ればゴールですけど、ちょうどが出ないとゴールにはならないんですもんね、うん、まだ一心伝心しかやってないもんね。そうですね、うん、よし戻っとくかちょうどが出なかった場合はその回数だけ折り返して、でまた次の回にこっちに進む、はい、この辺凶悪なマスが多分ね、あるはず、うわあ、殺します。だからほら、少ないのが出ても多いのが出てもこの辺だからね。そうですね、3ぴったり出れば上がりです。できれば上がり、指定した目が出なかった場合は振り出しに戻る。やったな、ほら出た、ほら出た、やばい、このパターンだ、このパターン、このパターン。大ちゃんこの時次何、この時は確か3って言って3になったらコロって1になったんです。どうぞサイコロ、高いやつ、これをこの辺に高くなって、こう回転させながら高く、いきます。何です、じゃあ私も3で、本当、はい、お3でいきます。じゃあ俺はね5だ、今日すげえ5が出てるから3でいっちゃったからね、3で、はい、3でいきます。いきます、はい、どっちも外れたね。はい、楽でした。振り出しに戻る。戻ります。すげえ進んだのにね。うわ、あ、惜しい。行きまーす、高村義明。はチャンスが巡ってきたね。そうですね、巡ってきたの、なんとか3 1,2,3,12 演技力審査。紙コップに入ったものを飲み干す。紙コップの中に飲み物が本当に入っていたか黒田さんに見抜かれたらアウト。取りました。はい、入ってる。じゃあ行きます。はい、どっちでしょう。俺なんか面白いな。入ってる。入ってないです。すごいな。やるな。もう全然わかんないもんな。
面白い。最後になんでこうやるの？これが演技だ。あー、なんとなく、うん、ね、はい。分かった。じゃあ二マス進んでよし。ありがとうございます。1、2とかいかないよ。いきなり。あ、14です。14です。もうそれマスに戻って、1、2とかいくよ。あれ？箱だったっけ？いいだ。はい。何が出るかな？ 5。 あ、5。やった！早いじゃん。1、2、3、4、5。10。はい。15です。出た目の半分。戻る。はい。2.5 マス戻る。2.5 マス。2.14 だから。まあ、気にしてでいいんじゃない？なんでなんで？え、戻るんですよね。え、半分。出た目の半分。出た目の半分。5の半分。あ、5の半分か。やっぱ体調不安だ。ここですね。まあ、いいよ、2で。あ、2でいいですか？うん。はい。今だと 1.5 しか進んでないですね。ここ切り上げ切り下げこれ決めてましたっけ？2じゃあ2で13、はい、切り下げになりました。切り下げ、じゃあ続いて宮園亮。はっ。でねん。あ、1、2、3、4。あっ、あれだ。6、1、2、3、4、5、6。マジか。いざ勝負。はい。自分で指定した目を出すことができれば上がり、指定した目が出なかった場合は振り出しに戻る。それじゃあやっぱり1番ということで1出します。いきます。長期戦だね。回す、回ってくる回数は多いはずなんだけどね。はい。山本まさみ。はっ。まだ全然チャンスある感じだよ。何が挑戦した？今まで出てきたゲームで。演技。演技。水のやつ。はい。じゃあ開けます。2。これは。あれ？早口言葉。はい。2。やったっけ？まだやってない。はい、初めてです。自信ある。学校でウイロウリを覚える。ヤンキー気分だ。あ、じゃなくて。違うんですけど、で早口言葉がいっぱい出てくるので。新設診察室、視察。新設診察室、はい。高村義明。は。もう6が出たら上がれるもんね。そうですね、6出たら。俺2人でチューブやんのやだな。おっ。あ。1、2、3、4、5、6。上がり。これもう一人上がんないもんね。いやー、もう一人粘るか。アシスタントで頑張ります。あといくつ寝ればいいな。じゃあ福山光恵、はい、ていうかおめでとう。おめでとう。どう上がってみて。いや、まさか上がれるとは思ってなかったです。普通のコメントですよ。次からどうする？
一人上がったし出た目の倍進んでいいことですよ。はい。おあ、いいですね。チャンス増える。え、ちょっと待って、でも6が出てしまったら戻ることになっちゃいますよ。そうだね、ハイリスク、ハイリターンになっちゃう。あ、まあ、みんなにとってはいいか。だから、いいか。よし、はい、それだけです。すごい、低い姿勢。リーダー、すごい。でで、5、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、17。即興劇。仲間を1人指名し、2人で即興劇を行え。今黒田さんのストップがかかるまで続けること。はい、今目があったので。おいで。こいつも一緒にやるから。え、こいつも俺と絶対一緒にやるから。ちょっとあ、ダメですか。あ、やらせてあげない。わかりました、うん、じゃあ引っ込んでるりょうくんで。はい、出番が来ました。怖いな。さあ、お題とかは特にない感じで相談しないで。なるほど、即興なので、うん、せーので始めますよ。ここ、はい、よーい、はい、せーの。俺別にさ、浮気とかしたつもりじゃねえからさ。あ、そうなの。友達だよ友達な。飯ぐらい食いに行くでしょ。うん、だからさ、そんな怒んないでくれよ。怒ってないよ。怒ってないけど、どうしてそんなになんかイライラしてるの。頭かゆい。いや、なあ、最近二人の時間とかもないだろ。あー、そうだね。俺らうまくいってねえんじゃねえかなって思ってさ。そう、そうかな。いや、お前もさ、俺みたいなのと付き合うよりさ、そのもっといい男がいるよ。あのね、実は言ってなかったんだけど。何？私ね、いるんだ。いつから？1ヶ月くらい前から。あー、もしかして俺が電話した時に出れないとか言ってたあの頃。そうだったかな。そうか。俺なんかお前に嫌な思いさせたかな。うん、すごくなんか優しいし、うん。うん。あ、じゃあ俺のこと忘れてさ、うん、そいつと幸せになってくれよ。ありがとう。りょうくんも頑張ってね。ありがとな。うん、なんか悪かったな最後に。全然。ちょっとしたしんみりした話になっちゃった。え、全然だよ。私も話ってすっきりしたし。そっか。うん、じゃあ二人の門出に乾杯だな。乾杯だね。なんともない。そうか、なんともない。これなんか変な味しね。あ、いい君。お前何入れたんだ。バイバイ。何だったんだろうな今の時間。今どこ止まってる。振り出しです。10まで進んでいいよ。やったで、なぜ17でした。1マス進め。 ありがとうございます。今日はこれ暑いな。汗かくな。んかスタジオの中に魔物がいるね。そういう暑いじゃない。温度的な暑さじゃない。そう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 。宮園の量。はい、10マス進みました。3、お、1、2、3、13。6、6、6、6か。16です。
一マス進む。おすごい順調だ。おし17一気に来ました。頑張れ。奇数のマスに止まるとね、どんだけ倍が出てもね、奇数のマスに。まあそうか。大丈夫、まだチャンスあります。微妙に一マス戻したり進めたりしたりしてあげる。期待します。山本あさみはっ、で、6。お、12だ。1、2、3です。13、奇数ですね。体力測定。お、腹筋、腕立て、スクワットを1セットとして30秒間で5セット行え。芝居も体力勝負。体力自信ある？ないです。マジか。じゃあもうさ、どうだい君たち、30秒以内にできたらさ、上がりにさせてあげて3人でエチュードで。どう？もうこいつは散々やったからいいじゃん。いいと思います。もうね、初出場なんで、ね、いいですよ、はい、花を持たせてあげて、花を持たせてあげましょう、はい、頑張って。頑張れ。成功しなかった振り出しに。厳しいな、はい、振り出しに行き過ぎる。ファイト。いける。ファイト、ファイト、ファイト。じゃあ、山本雅美による体力測定、用意、始め。1。死ぬんだね、バイデデン。おえ、自分でやってていい？本当ですか？ほう、妖艶なその瞳、狂おしいほどに光り輝く大切なあなたへ贈りたい。それは大人の魅力。シルバージュエリー、クロステン。やったー、やったなー、やったなー、やったー。ようやくカフェインのいい、カフェイン増床から克服できた、卒業できた。よっしゃ、ありがとう、病院ありがとう、イエーイエー、やったー。あー、コーヒーの誘惑に負けないでよかった。俺本当頑張ったよ、1年間頑張って本当によかった。どうしたの？あ、来たの？来たよ。あのね、俺ね、カフェイン増床卒業した。あ、やったねー、やったやった、ほんとやったやった、私もね、卒業したことがあるんだよ。何を、何、春から卒業。イエーイ、意味わかんねえ、意味わかんねえ。春だよ、春。ガリ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 
ホタカフェインだ、ホタカフェインだ、ホタ助けてくれ、コーヒー豆が、ホタ、あ、大丈夫、大丈夫だ、私があなたを守ってあげるから、ちょっとほら、ダメだよ、負けるな、この、誰だカフェイン妖怪め、エメマンだ、エメマンだ、エメマンだ、エメマンじゃないよ、エメマンだ、ちょっと、おじさん、そのカフェインを私にください。どうぞ、お嬢さん。ありがとう。ガリ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 お前おかわりする気じゃねえだろな、おいやめろやめろやめろ、ダメじゃねえ、ああああああダメだ、さあ温度だけでも手で感じてごらんなさい。ああ、声がほら、飲んじゃいなよ。おめえどっちの味方だよ、おめえどっちの味方だよ。まあ温度確かめるだけだったらいいだよな、温度確かめるだけだったらいいよな。熱い熱い、飲んじゃいなよ。おじさんも呼んであげて。やろうやろう、その目で見るな、俺見るな、手が言うこと聞かねえよ、左手が言うこと聞かねえよ。ダメだ、やめろ。あっせ、あっせ、あ、ベリ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 、どうも、主治医の黒田です。おお、どうも黒田さん。え、高村さん。はい。もう1ヶ月入院です。ですよね。ありがとうございました。はい、OK です。ありがとうございます。見ててどうなるのかなって不安でたまらなかったんですけど、本当ね、飲むのをこう本人がやめれたらおめでとうございます卒業ですってね、あの止め終わろうと思って、ね、あ、なるほど、そう、あのね、絶対に入っちゃいけないところで必ず入るリーダーがねやめないとっていうね、同じ被害を受けたすごい気持ちが、あそこで来るんだっていう、そうそう、あ、しょうがないなと思って第2案のベリベリベリ案いやでも高浦さんのすごいこの発狂具合というか、ああいうのが面白かったですね。なんで最初カフェインチューブ出てるのか、ちょっと後で聞いてみよう。どうでしたか？そうですね、最初何から卒業するんだろうと思ったら、まさかのカフェインからの卒業ということでチョイスがすごい面白いなと思いました。最後にベリベリベリと、うん、次こちらも何が来るんだろうと思ったら主治医の先生ということで面白かったですねありがとうございます。だからリーダーか、いやー、なんか私別にいなくてもいいんじゃないかなって思いまして、むしろなんかいない方がなんかちゃんとした一つの作品としてなったような気がします。いいな、でも楽しそうだったよ。あ、楽しかったですじゃあ本日の主役に聞いて、海の向こうから来たカフェイン中毒のコーヒーマン、すいません、ちょっとあの海の向こうでちょっと飲みすぎましたコーヒーじゃあ普通にやってみた感想とか。あの、やってみて、そうですね、あの、なんか、むちゃくちゃになるんじゃないかなって思ったり、なんか、うちぐちゃぐちゃになるんじゃないかなと思ってたんですけど、そこ見事に、あの、締めてくださいました。本当、ありがとうございます。感謝されちゃって。僕もなんか、やってて楽しかったです。コーヒーの作り方がいまいちわかんなくて、豆をひいて粉にして、ドリップをして、垂れてきたやつがコーヒーなんだよね。ね、そうですね。そうそう。難しかった。頑張りました。ということですね。続いて、告知と感想を、まあ、じゃあ、豆から。あ、豆ですか。キャンディーから豆に。僕あのアメブロの方で、あの秋のバチバチハイテンションネクストっていうあのブログの方やってるんで、ちょっと、はい、はい、秋のバチバチハイテンションネクストっていう。どういう意味なの？一つ一つ説明してくる。秋とバチバチとハイテンションネクスト全部。まずあの。バチバチっていうのはなんかあの電圧とかそういう真ん中から説明すんだ。そうですね、秋はあの自分の下の名前が、吉明っていうんです。それに秋って言って、バチバチっていうのは、そうですね、電圧の方がなんかバチバチとかそういうのあるじゃないですか、ね、静電気、はい、でハイテンションっていうのはあの英語で言うと、
高電圧っていう意味なんで、それをちょっと掛け合わせてバチバチハイテンション、なんか語呂がいいなって思ってやったんですけど、ちょっとあのブログのタイトルちょっと変えようかなって思ってやったら、なんか次のステップへっていう意味を込めてネクストってやったら、なんかグダグダなタイトルになっちゃった。超面白い。なんだってお前。近々変えます。変えない方がいいよ。持ちギャグにした方がいいよ。何のバチバチハイテンションネクストっていうね、あの動き芸を作った方がいい。動き芸。告知はそれで、感想は今日全体の感想か。今日全体の感想。そうですね、結構自分でも思いのほかうまく、マス進むことができて、本当よかったです。あとまさかあんな早い段階で上がるとは思わなかったです。ありがとうございます。山本まさみです。毎週土曜日、あ、すいません、毎月第1、第3土曜日、ニコニコ生放送ときめき夢の音という番組を13時半から、現役中学生高校生の3人でお届けしています。こちらの詳細などは、アメーバブログ、ツイッター等で山本まさみと検索していただくと出るので、よろしくお願いします。はい、福山光恵の元気のモトログというのをブログをやっております。福山光恵で検索していただきますと、ツイッター、アメブロ、フェイスブック全て出てきます。で、毎月これからライブ、ま、大人アイドルということでライブをすることになりました。ま、そちらの方もぜひ、ブログなどでアップしてますので、チェックのほどよろしくお願いいたします。そして毎週土曜日、ピカステと女優たちのゴリ夢中という番組もやっておりますので、こちらの方もお願いします。はい、以上です。ありがとうございます。はい、宮園亮です。私は、毎週水曜日、午後6時半より、ニコニコ生放送にて G スーツという番組をやっております。またそちらの詳細の方は、アメブロやツイッターで宮園亮と検索していただければ、そちらに詳細も載せていますので、そちらの方も合わせてよろしくお願いします。はい、まだ次の舞台のセリフも覚えていないというのに、その次にですね、4月9日からですね、もうあのチケット発売になっていると思うんですけど、31アイスクリーマーズというですね、去年の夏に仮面ライダーの子とかとね、集まってこうみんなで同い年5人でやろうって言って始めた舞台があるんですけど、それをまた新しい作品でやることになってます。チケット発売中なので、どうぞ、31アイスクリーマーズコリッチというですね、チケットサイトを検索してみてください。よろしくお願いします。それではこんな感じかな。ね、言い残したことない。何です？はい。ブログの名前なんだっけ？秋のバチバチハイテンションネクストです。何？リーダー。感想言うの忘れてたね。全くもってそうですね。残念でした。本日はどうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。